し、ミーが落とすアイテムをキャッチできればあなたのもの、床に落としたら失敗です。よし、来い。最近の私のキャッチ率の高さはちょっと、早いよ。ほい。ということで、今回もやっていきたいと思います。じゃあ、早速、マンションへ。さあ、あ、待って、速攻であったんだけど、お、リミちゃんマジでマジでこれは、誰だ相手は誰なんだまさかのサルさんモテモテそういう感じなのとりあえず、すっきりしてくれたらいいんやけどな。可愛くいこう。こう、喫茶店で。その前に着替えた方がいいですかね。いや、このままで大丈夫でしょう。わかりました。頑張って。でも、サナさんにはね、マホちゃんがいるからな。マホちゃんがいるからな。そして裸でやってくる。ね、いや、もうすでに可愛いよ。今日から付き合おうか。はあ、この告白の仕方でごめんなさいは辛い。辛いよ。大丈夫。りみちゃん全然大丈夫よ。まだまだいるからね。全然いるからね。他に男の子は。あ、リベンジはないね。リベンジって言ってもあれなんやけど、でもリベンジした方がスッキリするんだけど。はい、クッキーでも食べて。ね。甘さで。甘さで。まあまあ美味しかった。よかった。それはよかったよ。はい、それじゃあ。いや、落ち込んでる。落ち込んでるよ。あ、唯一のハートがあれだったのね。なるほど。はい、それじゃあ、イッシーさん。入ります。遊びたい子がまたいっぱいいたね。遊ぼう。対戦絵合わせ。2枚のパネルをめくって絵を揃えましょう。揃った時はもう一度めくれます。たくさん揃えた人の勝ち。はい、スタート。高校でやってやります。ほいほい。まあ、そりゃね、まだ1回目だから。よし、来い。いや、全然違った。全然違った。でも、なんかね、結構、隣り合ってること多いけん。上下左右でね、隣り合ってること多いけんね。あー、これは。やめて、もうやめてください。それは。お。来たぜ。おっしゃ、来たぜ。イエーイ。これもういけるんじゃね？よっしゃー、私の勝ち。私の勝ち。やったね。へ。怒涛の。ありがとう。お、それじゃあ、一番大きいので。お宝、だるまをもらいました。ありがとう。まあね、連絡先とか交換しとけばいいと思うよ。最近はね、もう今時代はスマホやけん。どこに旅しようが現地の人と仲良くなれる。はい、エスカルゴどうぞ。そう考えたらすごいよね。どうすか？あんまり美味しくなかった、マジで。サザエとか好きやったらなんか食べれそうな気するけどね。カタツムリって思ったらちょっと嫌やけど。はい、それじゃあ、ケイさん入るよ。そっか、そんな陽気な格好をしていたのか。遊ぼう。トントン相撲、フィギュアを使って相撲をしましょう。相手のフィギュアを倒すか、土俵の外に出すと勝ちです。よっしゃ、スタート。さあ、来い。ちょんまげがいいね。ちょんまげがいい感じだね。ちょっと待って。速攻で消したけど勝った。まだ私戦ってるつもりだったんだけど。はい、それじゃあ、一番小さいので。からサンゴのかけらをもらいました。ありがとう。私は声が大きいので、内緒話が苦手です。まあそういう人おるよね。しょうがないよ。小学生の時とか結構ね、授業中にひそひそひそって話しよったつもりやったのに、声でかいからって言われたことある。はい、それじゃあ、牛丼でも、どうぞ。いただきます。どうぞどうぞ。牛丼美味しいよね。おろしのが美味しいよ。美味しいって言ってるんだ、私は。美味しいと言ってるんだ。あまり美味しくなかったみたいですって言われても。困るよ。合わせてくれないと。はい、それじゃあ、めいちゃん入るよ。一緒に遊びませんか？遊ぼう、遊ぼう。お、キャッチ。ミーが音咲いてもキャッチできればあなたのもの。床に落としたら失敗です。よし、来い。最近の私のキャッチ率の高さはちょっと、早い、早いよ。しかも、細かはちょっと無理かもしれんな。よし、来い。私が話していた隙に。に。ルーターやったー、ナイスキャッチイエイ嬉しい。やったね。ありがとう。よし、じゃあちょっとこの嬉しい気持ちのまんま一番大きいのをもらっていこうかと。あれ？そっか、キャッチはないのか、つづらが。めっちゃ今ちょっと拍子抜けしてしまった。自分のことより相手の気持ちを優先したいと思ってます。優しい。でも自分の気持ちも大事にせんとね。ちょっと病んでしまうよ。あーごめん！でも雪だから大丈夫。そういう。冷たい場所だから大丈夫。保存にいいね。結構美味しかったようです。お、よかったよかった。レベルアップ。ほい、それじゃあ道具で、化粧品セットを、どうぞ。道具、化粧品セットをプレゼントしました。はい、それじゃあ、なんか、同じ回に他に遊びたい人が。わかめちゃん、入るよ。遊ぼう、遊ぼう。お、トントン相撲来た。よし、来い。はっきょい。はっきょい。残った。今度はすぐに消してしまわないように。ちゃんと手のあたりを叩こうと。イエイ。イエイ？負けてる。感情がおかしなことになってる。ぜひぜひ、ぜひぜひ遊んでくださいませ。お宝ティッシュをもらいました。ありがとう。実は小笑いなんです。ごめん、なんかビビらした。なんかビビらしてしまった私。はい、すべてでもどうぞ。いただきます。ほいほい。どうすか？まあまあ美味しかった。お、よかったよかった。そっか、超大好物はビーフシチューなんやね。この先どんどん寒くなってくるけん。寒くなってきたら、シチュー、ビーフシチュー、カレー。いいね。ラーメンも。いろいろといいね。てっちゃん入るよ。てっちゃんマンションで部屋行くの久々かもしれない。遊ぼう遊ぼう。ミーモザイククイズ。モザイクがかかっているミーは誰なのか。3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？はい、スタート。モザイククイズ、第1問。第1問。でれん。ねむちゃん。わかりやすい。イエーイ。第2問。でれん。はくれんさん。めっちゃなんか髪の毛が後ろの背景の白と同化してるんだけど。やば、こんなになるんや。最終問題。でれん。そよかぜさん。ピンクの髪の毛が印象的ね。イエーイ。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。よし、じゃあ中間でお宝熊のぬいぐるみをもらいました。ありがとう。あ、でもどれもらっても今回女子力高かったね。てっちゃんのプレゼント選びのセンス、あまり数字には乗らない方です。うんうん。てか、まずね、なんなんやろ。こう、テレビとか見んけんさ、ブームが何かわからんねよね。私芸人さん、流行っとる芸人さんとかもさ、動画とかで初めて知るけんね。その、真似をしとる人を見て。はい、チーズどうぞ。出すか。結構美味しかったようです。お、よかったよかった。はい、それじゃあ。めっちゃ殴ってる。ごめんね、ストレス溜まった?まあね、私が勝ったせいでプレゼントしなくちゃいけなくなったもんね。お、喧嘩喧嘩したー。どうした?何があった?この喧嘩する瞬間、喧嘩始まる瞬間みたいなの見たいんやけど。今ちょっと不機嫌です。さあ、どうした?鉄火のさんよね、相手はきっと。ほら、とりあえず、かき氷でも食べて頭を冷やしてよ。食べて頭が冷えるかどうかはわからんけど。結構美味しかったようです。お、よかったよかった。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃいまし。速攻で落ち着いてくれたよ。さあ、どうかな?どうかな?なんかあれをね、ともこれもさ、いろいろと部屋をカスタマイズできるようになったらもっと面白いと思うんやけどね。もっとやり込む人も増えそうな気がするし。次に新しいのが出るとしたら、そういう風にしてもらいたいな。で、なんか、こう、セットとかじゃなくって、家具をプレゼントできるようにして、みたいな感じ。絶対楽しい。うまくいきました。よかったよかった。お礼にこれもあげます。お、なになに?実用品お風呂セットをもらいました。ありがとう。いつまでも鉄火菜と友達でいたいです。お、いいね。やっぱ喧嘩してさらに仲良くなったわけだね。喧嘩して仲直りして、ちょっと絆が深まった感じ。でもなんかストレス溜まってそうやけどね。はい、それじゃあそろそろみんなに募金を募ります。さあみんな、じゃんじゃん入れてってね。そしてまたすっかりお面に戻ってしまったまなりさん。今日は 27,100 円集まりました。ありがとう。そして、ミーニュース。こんにちは。こんにちは。どうもどうも。お願いします。お、キリンがやってきた。キリンのケイちゃんやって。いいね、いいね。3歳。やば。なんか楽しそうなんやけど。なんか楽しそうなんやけど、いいな。キリンの滑り台。うんうんうん。映りたいだけ。来てるんだよ。信じて。信じてニュースを。ありがとう。キリンの滑り台か。リアルであったら絶対首の骨折れそうな気がする。ただミーたちはね、小さいけんね。はい、それじゃあちょっと久々の昼市。いいね、ウェイトレスの服。買います。一つでいいよ。でもここは色選べんのよね。一色だけ。置いとるやつだけって感じ。現品限りか。はい、それじゃあ今回も歌の歌詞を送ってきてくれた人がいるので、歌を聴いていきたいと思います。はい、じゃあ今回はグループ2人組です。2人組で、はい、ミラクルブラザーズ。あゆなとあすむで兄弟愛。あさぽんさんが送ってきてくれた歌詞です。いいね、いいね。あすむで決めポーズだよね。兄弟愛か。兄弟愛とかあるんだろうか。でも協力はし合いとるよね。ちゃんと役割分担があって。ということで、あと一人ぐらい行って、終わりにしましょうかね。ハートが発生したりとか、してないか。してないか。ほい、それじゃあ、初駅さん、入るよ。遊びましょう。遊ぼう、遊ぼう。食べ物だからシレットクイズ。シレットで表示されたアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな。はい、スタート。シルエットクイーン、第1問。第1問。ででん。これは何でしょう。ビスケット。答えはビスケットでした。オッケー。シルエットクイーン。ビスケットはね、ビスコが好き。ビスコが美味しい。これは何でしょう。ホテルのアメニティ。答えはホテルのアメニティ。ビスコのあのさ、バターのやつが美味しいよ。前にツイッターに載せたんやけど。最終問題。ででん。これは何でしょう。何あれ、スーパースコープだね。答えは箱に入ってるやつやろ。よし。よし、やったね。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。じゃあ一番小さいので。お宝、松ぼっくりをもらいました。ありがとう。僕、雑学に松の院です。なんか見た目的にもそんな感じする。いや、メガネかけとるだけなんやけどね。はい、それじゃあ、きつねうどんでもどうぞ。いただきます。ほいほい。どうすか？まあまあ美味しかったようです。お、よかったよかった。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやー最近ね、ちょっと恋がうまくいっていたから、今回もうまくいくかなと思ったんやけど、ね。まあそういうこともあるさ。次だ。次がある。